メモリーモードとマニュアルモードの切り替えはここのフットスイッチを使って切り替えていけばいいだけです。マニュアルにしてエフェクトのオンオフ、なども簡単に行えるわけなんですが、クイックエディットという方法を使うと、まあ、今手でやってますけど足で、パッチのその設定を行うことができます。ライトボタンとか押すことなく、設定をすることができるんですが、それをやってみます。まずこのメモリーマニュアルスイッチを長押しした上で、まあ、各エフェクトをこうオンオフしていくわけですね。で、もう一度これを押してどの、パッチナンバーにセットするかというのをこれで選んで、で、もう一度押す。これだけで、設定をね、ライトしてしまうことができるという、いちいちかがまなくても設定できちゃうというのが、まあ、このクイックエディットという、機能です。